はい。皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、えー、株主優待生活ということをしています。はい。まあ、もともと優待生活はし,しようと思ってたわけではなくてですね、えー、株を買い続けてる間にですね、えー、まあ、いろんな優待券をいただいて、えー、食事とか、えー、と遊びとかにも使えてますね。はい。逆に余っちゃうぐらいです、今、ね。で、今日はですね、えーと、株主総会にちょっと参加 参加してきまして、えー、このラウンド1ですね。で、これはね、あの、有体験をもらってきました。まあ、もともとついてたんですけど、4000ぐらいね。で、あ、ちょっといくら忘れてたんですけど、今日もね、また参加したら、参加しただけで、4000分ぐらいね、いただきました。ほか。ね。はい。じゃーん。ね。4000分ぐらいね、ね、えー、いただいてきました。で、えー、っとね、とてもね、勉強になります。あの、経営者、 ね、大手、一部上場の大手の社長の話を直接ね、社長本人から聞ける機会っていうのはね、この株主総会しかないんですねで。できる限り出たいんですけど、まあ、あのー、仕事もしてますね、普段ね。えー、まあ、この株、株式投資っていうのはですね、まあ、趣味、趣味なんでね、あの、まず、普段してやってる仕事、えー、をですね、空、えー、いた時間にもし会えば行けるとかですね。で、このラウンドンですね。えー これは、ね、とてもね、あの、値段的にはね、すごい安いですよ。ね。業績もすごくね、悪くない。悪くないんですよ。で、どうかっていうと、えっ、ー、とね、ちょっと、ポートフォリオ見せましょうかね。えー、ラウンドワンね。これね、買い時だと思うんだなぁ。買ってね、すごい下がっちゃったんですよね。これ、これなんですけどね。うん。買った値段でもう6万5千円。えっ、ー、とね、30%ダウンしちゃってね、7掛けぐらいで今買います。 で業績は全然悪くないですよ。うん。なぜか下がってしまったと。ね。えー、少子化問題とかがやっぱあるんでね。えー、これから下がっちゃうんじゃないかな。これちょっと2年足なんですよね。えー、これ高いところで買っちゃったかな。20万ぐらいでね。で、下がって持ち直してきてるんですけど、また、えー、っと、なんだ、えー、っと、配当金の確定日から下がっちゃった感じですね。 またまあ、戻すとは思うんですけど、うん、長い目でも持っとこうと思いますね。悪い会社じゃないので、もっとこうと思ってますね。はい。だから、これね、すごくおすすめ。今、買いだと思います。安い。とても安いですね。はい。うん、で、これが、えー、1社ですね。で、続いて、吉野屋ホールディングスですね、うん。これね、赤字決算だったかな。若干赤字だったかな。でもね、 これね、えー、優待券、食事、三、えー、300円が10枚とか3000分ついたかな。うん、で、えっ、ー、と、これもね、下がっ、あ、これ下がってないんですよね。株価はですね、業績はちょっと悪かったんですけど、それはね、将来に向けての投資があったんですね。やっぱりね、この飲食業っていうのは、結構ね、やめちゃう人が多いんですね。これ、プラス、プラスでね、えー、プラス1万5000円、えー、上がってます。これ、えー、っとね、 8%くらい上がったのかな結構上がってますよ、これ。業績悪い割には。はい。で、株価の変動はというとですね、2年足で見ましょうかね。長い間で見ましょう。はい。で、見ると、今ここなんですけど、おお一番高いピーク値がやっぱりね、あの、業績悪いんで下がってるんですけど、持ち直してきてるんですね。うん。来期からはね、多分だいぶいいと思いますね。その就職のための AI っていうかね、 それのシステムの開発をやっていたようで、人手不足に対するですね。まあ、あの、面接する人の労力を解消するような開発をやったようですね。これはね、今後いいと思いますね。はい。えー、これが、えっ、ー、と、吉野家ですね。で、これも牛丼も10杯は食えますね。280円の時に使えばね、えっ、ー、と、10杯は食えますね。これはね。はい。えー、続いて、セントラルスポーツですね。これは、えー、っとね、 えー、スポーツの老舗で、えっ、ー、とね、年に2回優待券が来ます。だから合計、1回当たり3枚ついてるかな。結構ね、あのー、セントラルスポーツって、うちの近くにあるんですけど、ジムがね、スポーツジムがすごい綺麗で大きいし、うん、あの、多分ね、ビジターで言ったら結構値段しますよ。値段わかんないんですけど、僕はね、5000円くらい払ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、うん。で、3回行くんで、6回、6回分ですね。だから、ま、万、えー、3万くらいになっちゃうのかな。ね そのぐらいの価値がありますね。で、えー、っと、どうかっていうとこね、これね、えー、っとね、行政も若干加工気味なんですよね。だけど、だけどね、すごい下がっちゃったんですよ、僕ね <laughs>。これね、10万以上損失出してるけど、うん、まだ持ってきたいですね。これからね、オリンピックもあるしね、あの、期待して買ったんですけど、ずっと下がり続けて。どのぐらい負けたかっていうと、 えーっとね、負けた。どのぐらい負けたかっていうと、10万円以上負けてるような気がする。セントラルスポーツ。はい。11万3000負けです。26%ダウン。これね、今買い皆さん、これは買いですよ。これね。うん、はい。で、続いて、えー、っと、これが、ブックオフ、うん。えー、これもね、えー、あ、これね、あの、ホールディングス化,化したんですね、昨年ね。だから、その前後はね、 その前後下がっちゃったんですけど、今持ち直して、プラスに転じてますね。これはいいですよ。ブックオフね。うん、で、古本だけじゃなくてね、あのー、いろ<ー>んなもの売ってます。ゲーム、ソフトとかね。うん。勉強するのに本もいいしね。で、昨日一日下がったけど、トータル2万4000円でね、なんと28%買って、あのあ、上がってますね。買った時よりか。これはおすすめ。ね、ブックオフ。これはね、いいですね。うん、これ長く持っときたいですね。うん、ブックオフですね。 はい。それから、えっ、ー、と、これは、ライドオンエクスプレス。はい。うん。これね、勝ち続けています。出前のお店ですね。お寿司とか好きな人にはいきますね。ライドオンエクスプレス。うん。あの、あとね、あれに出資してるんですよ、この会社ね。あの、いきなりステーキとかね。だから、狙いがいいですよね。うん。で、在宅でこう、働いてる人にね、出前で持ってきてくれる。これプラスですね。 で、12%買ってます。はい。これいいですね。これも、お食事券が入ってました。はい。出前で。で、僕、お寿司食べないんで、うなぎ、はまっとかまトラっていうのかな。えー、うなぎのひすまぶしを食べました。うん。ね。これも、そう、高級料理も食べます。はい。無料でね。で、ソフトバンク。これは失敗しました。ソフトバンクね。配当金が入ったんで、まあまあ、まマイナス、そんな大きくないんですけど、 えー、ソフトバンクですね。はい。15万で買ったのかなそれが、今、13、14万ぐらいです。マイナス1万円。配当金が4000ぐらいだったかなで、マイナス6000ってことですね。えー、5G が今度来ますんで、それに期待したいと思いますね。はい。ソフトバンクです。はい、これは、よくない。うん、あ、これはちょっと、えっ、ー、とね、これは、えー、ホットランド、銀だこさんですね。銀だこさん。これはね、年に2回ぐらいしたかなたこ焼き。 ね、えー、これもね、いいです。これもね、上がってますね。うん。業績ね、実は良くないので、タイミング見てね、ちょっと売却したいなと思ってますね、これね。うん。今のうち勝ち逃げしたいなと思ってます。はい。で、これはマクドナルド。これね、えー、っと、ハンバーグ食べました。はい。えー、っとね、3セットぐらい食えたかな。ね、うん。はい。で、これね、株価下がっちゃってダメだね。今、今はダメ。 あ、買い、買う、これから買う人はいいですよ。うん。持ってる人はね、今売れないな。僕もね、マイナスなんですよ、マクドナルドは。マクドナルド。マクドナルドの株価は、今どうだちょっとで、この、もう入りきらなくてね、ああったった、たマイナス1万5千円。うん。50万ぐらいで買ったんですね。マイナス1万5千円。まあ、ね、昨日も下が,下がってますけどね。これ多分ね、そのうちオリンピックで外人来ますんで、外国人の方ね。 そうすると日本食じゃなくて、やっぱりね、あの、肉食べたいと思うんで、そうそうマックだったらね、どこでもあるだろうと思って、結構売れると思うんですよ。来年は期待。うん、それから、これがスカイラーク。あ、これいいですね。これ23枠で買いました、スカイラークね、うん。だから長く持とうと思ってます。これもお食事券。スカイラークなんでガストとか、えー、となんだ、中華料理の、やつとかね、ありますよね、うん。これね、これはね、いい。これはすごくいい。で、 これもね、業績がね、トントンぐらいなんですけど、あのー、優待金がいいんでね、株主みなさ、手放さないんで、ね、18%上がってます、買った時計。やっぱね、プラスです。はい。これはいい。ね。それから、あ、ブックオフホールディングスはこれ、ね、うん、年に何回か来るんですね。はい。これが、松屋。松屋。松屋。松屋は、えっ、ー、と、お食事券が10枚ぐらい入ってたかな。 ね。で、牛丼なんだけど、えっ、ー、と、吉野家の、うん、優待券と違ってね、1枚あたり300円とか限度がないんですよ。何食べてもいいという。何食べても、ただ、10食かな。何食べても10食っていうことで、えー、これはね、いいですね。で、松屋は、えっ、ー、と、そのグループがあって、松屋さんだけじゃなくて、松の屋とかね、いろんなやつがですね、まあ、吉野家もね、あの、花丸うどんとかね、えー しゃぶしゃぶのどんてとかね、ありますんで。僕はね、あの、しゃぶしゃぶ食べましたね,あのね。松屋はね、残念ながら下がってね、9.5%、9.9%か。約10%下がっちゃってます。はい。これちょっとね、一時級が、勢いが下がってるかな松屋。ね。で吉野は良、い、かったんですけどね。えー、それから、シダックス。 シダックス。またね、優待券、株主総会のお知らせが来たんですけど、優待券は秋ぐらいに大体なるんですよ。ね。あの、それは品物を選んで、えー、どちらがいいかアンケート書いて、それで到着を待つんですね。で、ワインが美味しいらしいんですけど、僕はワインは頼んだことないです。お酒飲まないんで。で、あのー、シダックスのお食事券2500円だったかな。カラオケと食事、食事も、うん、そうですね。3回ぐらい、行ったかな。ね。えー、た、 まる1000円使って2回食べて、えー、カラオケもね、歌い放題なんですよ、その中で。あと、最後500円はね、ちょっと自腹で足し,足して食べて、ね、ちょうどいいですね、休みの日。図書館の近くにあ,あるんでね、あの、昼休みに食べに来ましたね。で、シダックスは安く買えるんですよ。ね、これね、えー、っとね、5万円ぐらいで投資しています。はい。でも今2万5千万円とか、<laughs> 約半分です。48%下落。 今、買いかなで、会社はね、いろんなね、手こ入れし,してるそうなんですね。まあ、カラオケ業界ね、よくないので、すごく手こ入れしてるそうですね。はい。それから、あ、これライドエクスプですね。はい。えー、これはなんだあ、シュダックスに、2回来たんだな。えー、セントラスですね。はい。以上。で、まだね、あの、到着してないやつがあるんですよね。オリエンタルランド。ね。オリエンタルランドね。あ、これもうすぐ来るかな。この間ね、総会やるからつって、優待券だあとね、 ディジランドのパスポートもらえるんですよ、これね。あとディズニーシーとか行けるんですよ。でこれね、おすすめ。あのね、これなんかね、110万、あ、110万ぐらいで買って、現在135万ぐらいになってますね。もうニーサで買えないですよ。もう残念ながら。ニーサー枠で買えなくなでっかい、上がったんでね。これね、助かってます。あと21%。しかも100万以上の株で、一口ね、うん。これね、これがなかったら僕ね、株式投資やってないですよ。オリエンタルランド。今後もね、期待したいですね。 あとは、紹介してないのは、あ、イオン。イオンは来た。来たけど、ちょっと、どっか捨てちゃったかな。あの、これね、えっ、ー、と、買い物して、えぇ、ー、助成金みたいなのつくんですよね。イオンね。うん。これは、いいですよ。これもね、2000円ぐらい、年間、つきますね。うん、はい。えぇ、ー、えっ、ー、と、サイズ、あ、サイズでは紹介してないですね。 これもね、いいです。サイズエリアはプラス15%上がってますね。これも2500円かなお食事券がつきます。はい。えー、っと、最後に日本ハウジングですね。これ何にもつかないんですけど、何にもつかないんですけど、ええー、と、利点は特にないです。ただ、あの、見張ってたら、急落したんで買いました。で、一番そこで買いました。うん。多分ね、近年、この10年中で、 一番安くなった時期を狙って、えー、買いました。2251円で買いましたね。ここ、どん底で買いましたね。なんかストーンと落ちたんですよ。ね。で、回復するだろうと思って今買って、で、200株買ったかな。で、あの、復活してますね。復活してきてます。はい。えー、っと、2250円で、 大体二万五千円、株あたり、100株あたり2万五千円回復。で、でで5万六千円今、あの収益が上がってきてますね。はい。12%上昇ということで、下落した時に対してね、うん。これも待ってればね、多分回復してくれると思うんですよね。いろんな株主が、これじゃあ不満だってことでいろいろね、会社に言うだろうしね。あの、あのこれは多分ね、待ってればねあの、結構ね、上がってくれると思いますね。ということで。 それからね、えー、アメリカ株を持ってますので、えー、これね、いまいち、いまいちです、正直言って。はい。えー、っとね、NVIDIA を買ってまして、で、上昇してます。はい、買った時量が23%が上がって、一番低いところを狙って買いました。で、えー、っと、円安、あ、いや、ドル、ドル安か。円高を狙って買ったんですね。で、108ドル、あ108円か。 1>, 1ドル180円の前半に入ったところで、n v i d i a の価格もですね、133ドルで買ったんですね。うん、133ドル、今、えっ、ー、とね、164ドルまで上がってます。で、ただ為替がね、さらに下がっちゃったらね、これ108円を割ることはないだろうと思ったんですけど、実際106円近くまで来ちゃったんですよね。もう焦りました。で、為替でね、プラマイゼロになっちゃってたんですよ、利益が。 で、今ね、108円に戻ろうとしてます。で、サミットがね、あるんで、日銀の方もね、これ対応できないと思うんですよね。これで、110円ぐらいまで戻そうとしたらね、あのー、日銀の方もねあの、対応に入ってしまえば。だから、来月になっ、来月中旬ぐらいまでは、ちょっと、ま、待つしかない、耐えるしかないのかなと思ってますね。で、為替と、で、まず、株自体がね、NBD 上がってますんで、あと株がね、110円ぐらいまで、100に、できれば112円。 112円まで上がったら売っちゃおうと思ってますね。そうすると倍ぐらいになると思います、正直言うと。私のね、計算だと株あ。株価。株価と別に、この為替。為替を使って、ダブルで値上げ、あの、利益を出そうと思ってますので、これは待ってればね、いけるかな。今まで紹介した、あの、えっ、ー、と、グーグルですね。アルファベットは売却しました。これはもうね、あの、勝ち逃げできましたね。 フェイスブックも勝ち逃げしたんですけど、最盛期よりかは、あの、落ちた段階、これ以上落ちるとまずいなっていうところで、赤字になる前に売りましたので、なんとかね、黒字で、えぇ、ー、あの、逃げ切りました。ね、最近は、この NVIDIA っていうのを1ヶ月前ぐらいに買って、で、急上昇してますね。はい、NVIDIA はね、あの、パソコンのグラフィックカードを作ってるだけじゃなくてね、あの、なんだ。 えー、自動運転の、ね、開発をトヨタとやっているように、ね、将来期待できるかなと思って買ってみました。はい、ということで、まだまだね、あの何社か来てないんですけど、あの総会の数字見て、よければね、行こうと思ってます。はい、あとてもね、株主総会では勉強になるんで、その優秀な経営者、それこそ勝ち組の人たちの考え方、将来性というのを聞けますので、ぜひともね、あのー、いろんな株を買って、えー、これ勉強してみる。 それと、あと、配当がね、結構入りますよ。ね。あの、年で2%以上のやつを買ってますから、僕ね。配当がね。だから、例えば、ね、100万持ってたら、やっぱり、あれですよね、2万円は配当が入ると。ですね。僕はもっとか、車持って、買わないでね、株買いましたから、長年ずっとね、車買わないでいるんでね。その分ね、あの、もうちょっと大きくかけられてるんですけど、あの、大体僕なんかもね、8万ぐらいは年間、 配当金が入ってくるのと、あと株主優待で同じぐらい食べれますから、食事が。ね。だから8万円って、だいたい僕2、3ヶ月はね、あのー、お金なしで生きていけるかなと。優大限で生きていけるかなというところで。まあでもね、スポーツジムみたいなやつがあるので、あのー、まあ、食事だけじゃなくてね、運動もしたり、ね、あのー、ラウンドワンみたいにボーリングとかもカラオケとかも行けるようなもので、楽しみ、老後楽しめそうなね、あのー、 物に投資してますからね。うん。だからね、あの老後2000万必要だっていう、あの、なんか金融庁のやつがありましたけどね、こういう風にやればね、そんな2000万なくても株、ね、あの、これ現金だったら2000万かもしれませんね。現金っていうのは、あの、腐っていくんですよ。例えばね、あの初、初任給、大学の初任給、大卒初任給が、あの、まあ、ね、ベースになるでしょうけども、 物価っていうのはやっぱりね、あの、上がっていくんですね。で、現金で2000万持ってても、10年後には1000万ぐらいしかな、な、なっちゃうんですよ。その、将来の価値か、ら、未来の価値からすると。で、株価っていうのは、日経平均っていうのは、物価と合わせて自動的に上がってくれるもんですね。ただ、へ、変な会社っていうか、運が悪くてね、下がっちゃう会社もありますけど、それ自己責任なんであれなんですけど、あの、相場がね、一緒に上がってくれるもんですから、こういう、 ものにするのか、もしくは不動産にするのか、金にするのか、で、現金はね、やめた方がいい。現金はね、あの、利息が全然銀行つ,つかないしね、あの、ゼロ金利時代ですから、あの、株だとこのようにね、2%とか4%、ね、物、えー、には6%とかね、あの、配当つけてくれることこがありますからね、えー。私はそのように選んで、で、持っている貯金を増やして、 で、配当金でまた株を買うというようなやり方をしています。はい。ではね、えー、今日はこの株主総会の招集状が来たことについての感想を言ってみました。では以上です。